皆さんこんにちは。学習ビジュアル百科キッズペディアシリーズの最新刊、キッズペディア世界の国々をご紹介します。この本は世界中にある197カ国すべてを紹介した、いわば世界の国の百科事典です。国際連合に加盟している全193カ国と、国連には加盟していないけれど日本政府が国として認めている4カ国、合わせて197カ国すべての国について、その国の写真を必ず載せながら紹介しています。その国が実際にどんなところなのか、雰囲気を感じ取っていただけると思います。もちろん国の正式な名前、首都の名前、人口、面積、主な言語といった基本情報もそれぞれ紹介していますので、お子さんの調べ学習の資料にも活用していただけます。特に国の面積は、実際の大きさがイメージしやすいように、日本の面積と比べて何倍、何分の1という形で分かりやすく示しています。本書では世界をアジア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、そしてオセアニアの6つに分けてそれぞれ紹介する形をとっています。それでは本の内容について説明したいと思います。章の始めにはまずその地域の地図を載せ、次にその地域の特色、自然環境や歴史などといった全体図を紹介しています。そして一つ一つの国について写真やイラストをふんだんに使いながら、楽しくて役に立つ情報を紹介する、そのような構成になっています。さらに特集ページもあります。私たちが使う石油がどこから運ばれてくるか、世界最大のサハラ砂漠ってどんなところといった興味深い話題について詳しく紹介しています。海の向こうの国々は私たちにとって決して遠くの見知らぬ国、私たちの生活に関係のない国なんかではありません。例えばスーパーマーケットで食料品を買おうとすると、外国から輸入されたものがたくさんあることに気づきます。そしてよく見ると見慣れない国の名前もあります。例えばモーリタニア産のタコ、モーリタニアがどこにあるか分かりますか？実はここにありました。アフリカ、サハラ砂漠の西にある国です。結構遠いですね。なぜモーリタニアでタコ漁が行われて遠い日本に輸出されているのか、実は理由があります。それはキッズペディア世界の国々の中で紹介していますので、ぜひ書店などでお手に取ってご確認いただければと思います。また他のページもご覧いただき、気に入ってお買い求めいただけると私たちは大変嬉しく、ありがたく思います。国際社会、グローバル化時代などと言われる現代です。テレビ番組や新聞の記事、スポーツの国際大会など、さまざまな場面で外国の名前を見たり聞いたりする機会は今後より一層増えるのは間違いありません。小学校では英語教育が本格的になりますし、お父さんやお母さんが外国人だというクラスメートがいたり、友達が海外に転校したりということがそれほど珍しくない時代です。海外からの観光客に一応聞かれることだってあるかもしれません。そうしたことをきっかけに、あれ、あの国はどの辺にある、どんな国なんだろうなと思った時に、すぐ手元にあるキッズペディア世界の国々のページを開いて、ふむふむ、なるほどと読んでいただき、その国のことを知る、そうした使い方をしていただけるとありがたいです。世界を知る入門ガイド、世界への扉を開く最初の一歩、世界中の国すべてを紹介している百科事典、キッズペディア世界の国々はそうした本です。ぜひぜひお近くの書店でお客様ご自身の目でお確かめください。よろしくお願いいたします。